アフリカ、ケニア南西部のマサイマラ国立保護区。取材班は一組のチーターの親子に出会いました。2頭の子供を連れたお母さんです。向かって左側がお母さん、右側が子供たちです。ここは親子のお気に入りの水場のようでした。たっぷりくつろいだ後、活動を始めたお母さんの後を子供たちが追っていきます。チーターの子供は生後3ヶ月くらいで乳離れすると言いますが、それからもかなりの長い間母親と一緒に過ごします。この子たちは生後10ヶ月前後でしょうか。体もだいぶ大きくなっていますが、こんなに大きくなってもまだお母さんのそばを離れないんですね。お母さんもたっぷりの愛情を注いで我が子を慈しみます。ところで大きさだけで言えば、パッと見には大人と区別できないくらいに成長していても、若いチーターの体にはまだ子供だとはっきりとわかる証があります。もう一度よく見てください。そう、子供のチーターには首から背中にかけてまるで縦髪のようなふわふわの長い毛が生えているんです。この毛は草原の中で外敵から身を守るカムフラージュの役目を果たしていると考えられており、大人になるにつれてなくなっていきます。1回の出産で3頭から5頭の子を産むことが多いというチーター。しかしその中から生き残って無事に大人になるものは3分の1にも満たないと言われています。過酷なサバンナを生きるチーターの子供たち、その生と死を分かつものはほんの小さな運命のいたずらなのかもしれません。ガゼルの群れです。チーターのお母さんが狩りに出ました。一旦目標を定めるとひたすら追い続けるチーターの狩り。他の獲物に目移りすることなく、狙った標的に向かってまっしぐら。どうやらターゲットは小さな子供のガゼルだったようです。しかしチーターのお母さんは捕まえたガゼルの子供の息をすぐに止めようとはしませんでした。この獲物を生きたまま自分の子供たちに与え、狩りの練習をさせたのです。ガゼルの側から見ると残酷極まりない行いに思えます。しかしチーターの側からすれば、これは絶対に必要なこと。自分で狩りができるようにならなければ、一人前の大人になることはできないのですから。草食獣の命をいただくことで成り立っている肉食獣の命。狩りをすることは彼らの宿命でもあります。そしてチーターの子供たちがこうしてお母さんのそばで優しく見守られながら過ごす幸せな日々も、いつか終わりを告げる日がやってきます。やがて訪れる母と子の別れの時、すべての動物たちにとってそれは避けることのできない儀式です。チーターは生まれてからおよそ1年半ほどで親離れの時期を迎えます。それまでに狩りの腕前をもっと磨き、立派なハンターとなってお母さんのもとを旅立っていかなくてはなりません。まだあどけなさの残るこの子供たちも、そう遠くない将来、一人前のチーターとして一人で生活していくことになるのです。大人になるまでの生存率は3分の1にも満たないというチーター。そのほとんどが病気や他の動物に襲われたりして、生まれてすぐ、あるいはごく小さいうちに死んでしまうのだといいます。ところ変わってこちらは日本、和歌山県南紀白浜のアドベンチャーワールドです。1978年から
チーターの飼育を始めてきたというアドベンチャーワールド。この時4頭のチーターの赤ちゃんが誕生していました。しかし生まれてすぐにそのうちの1頭は死んでしまい、さらにもう1頭は弱っていたために人工保育が行われているところでした。生後9日目のチーターの赤ちゃんです。飼育員さんが母親代わりとなってミルクを与えます。まだ目も開いていないようですね。こんな風にしているとまるで普通の猫の赤ちゃんのようにしか見えません。この時期お母さんにお尻を舐めてもらうことによって、その刺激で赤ちゃんはおしっこやうんちをします。お母さんの代わりにお尻をこちょこちょしてあげるのも飼育員さんの役目。ほら出てきた出てきた。こんなところも家猫の赤ちゃんを育てる時と変わらないですね。こんなにも小さく、そしてか弱い存在であるチーターの赤ちゃん、野生ではなおさらのこと、無事に生まれ育っていくということは、それだけで奇跡と呼べるのかもしれません。実に儚いチーターの子供の命。実際に取材班はアフリカで悲しい光景をカメラに収めることになります。舞台は再びサバンナです。取材班が出会ったのはチーターのお母さんが赤ちゃんをくわえて移動しているところでした。お母さんは子供たちが外敵に襲われないように草むらの中に隠し、数日ごとにその隠し場所を変えながら子育てを行います。場所を移動するときはこうやってお母さんが子供をくわえて運びます。取材班も最初はそんな場面に出くわしたものと思い、カメラを回し始めました。しかし何か様子がおかしいのです。まだよちよち歩きで足元もおぼつかないであろう大きさの赤ちゃん。それにしてもその体と手足は力なくだらんとぶら下がったきりでした。どこか寂しげに佇むお母さん。そう、この子の命はもうすでに尽きていたのです。原因は何だったのでしょう。それは知る由もありません。お母さんは赤ちゃんの死が理解できないのか、あるいはひょっとしたら再び目を覚ますかもしれないことを諦められないのか。もう動かない我が子のそばを決して離れようとはしませんでした。子供を失うお母さんチーターの悲しみ。大人になるまでの生存率3分の1以下という数字は、それだけ多くのこの悲しみが存在することを意味しています。しかしこれが紛れもない野生の真実です。すべてのチーターが限られた命を精一杯に生き、この試練を乗り越えた者だけが新しい命をまた未来へとつないでいくのです。